新見南吉記念館を横切爪の像、手袋を買いに、新見南吉は、日本の児童文楽作家。本名は、新見小八、愛知県半田市出身。雑誌、赤い鳥出身の作家の一人であり、彼の代表作、ゴンキツネはこの雑誌に掲載されたのが初出、結核により29歳の若さで亡くなったため、作品数は多くない。童話の他に、童謡、詩。 短歌、俳句や、儀曲も残した。彼の生前から発表の機会を多く提供していた。友人の辰美聖歌は、南吉の死後もその作品を広める努力をした。ハンダ市名誉市民。出身地のハンダには、新井南吉記念館のほか、彼の実家や、作品ゆかりの場所をめぐるウォーキングコースも作られている。ハンダ市は、生誕100周年にあたる2013年に、 新見南基地生誕100年記念事業を各種行った。1913年7月30日、畳屋を営む父、渡辺多蔵、母、理恵の次男として生まれる。戸籍上の出生地は、多蔵の実家の半田町あざ西折戸61番地の3となっているが、実際は畳屋を営む半田町あざ東山86番地と推定されている。 前年に生まれ18日後に死亡した兄、小八の名をそのまま付けられた。多蔵は、講談好きで講談の本もよく読んでおり、講談に出てくる英雄、柳川小八をもじって付けた。また死んだ兄の分と合わせて二人分の知恵と体を持つようにとの願いも込められている。理恵は出産後から病気がちになり、1917年11月4日午前1時、29歳で死去する。 多蔵は南吉を実家に預け、再婚相手を探した。1919年2月12日、多蔵は、堺新と再婚。同月15日に、イボッテて、マス吉が生まれている。1920年4月1日、半田第二尋常小学校に入学。おとなしく体は、少し弱かったが、成績優秀だった。あだ名は、小八をもじった、初っ端。南吉の実母。 ディエの実家のニーミケでは、ディエの弟、カネジロが亡くなり、後継ぎが亡くなってしまった。そこで、南吉が養子に出されることになったが、当時の法律では、後取りの長男を養子に出すことを禁じていた。多蔵は、1921年7月19日新と離婚。多蔵と南吉は、祖父の六三クサブロの席に入る。同月28日、8歳の南吉は、 祖父の孫として、新見家と養子縁組させられた。南吉は、養母、新見下と二人暮らしを始めるが、寂しさに耐えられず、ごかきたらずで、渡辺家に戻る。12月3日、田蔵と心しんは復縁したが、南吉の席は、新見家のままだった。この出来事は、幼い南吉にとって、大きな衝撃であった。ただし、家族仲はよく、 心差しんは南吉を実施と同じように扱い、南吉は伊母帝のマス吉をよく可愛がっていた。1926年3月20日、ハンダ第二人城小学校卒業、成績優秀で、千田軍長賞、第一等賞を授与される。卒業式では卒業生代表として、当時を呼んだが、この当時は教師の手を入れず、南義和人で書き上げたものだった。 畳屋の多蔵は息子を進学させるつもりはなかったが、担任の伊藤中次が渡辺家に通って説得する。学校の先生になれると聞いた多蔵は、進学を許可。4月5日、南吉は、旧西愛知県立半田中学校に入学する。南吉は多蔵に進学を反対されたことを修正忘れず、後に、辰美聖家に、家は貧乏、父親は臨職。 ママ母は自分をいじめるといたちを語っている。中学で南吉は児童文学に向かうようになり、1928年2月、交友会始ヒーラギリオ第9号に、無垢の実るの思うで同様、喧嘩に負けてが掲載される。その後様々な雑誌に作品を投稿する。1929年5月、長江林、6月に、京都子の話を、脱稿。 弟のマス吉に朗読している。友人たちとも自作を持ちる朗読会を始めたが2回で終了し9月1日同任し、同人しオリオンを発行。10月、愛称に掲載された同様、空き家から南吉のペンネームを使い始めた。オリオンは翌年1月1日の新連合で習慣。その後は日記帳に作品を書き始める。ハンダ中学校卒業直前。 赤い鳥童謡集を読んで感銘を受ける。裏表紙に、1931.3、4中学卒業式の前の日、現在地球上に、これより優れた童謡集はないと思う。新見小八と書き入れ、以後白州に浸水した。南吉の実家は、多蔵が畳や、心雑が下駄屋を営んでおり、南吉には、離れの家が与えられていたが、2月10日、 離れが火事で全焼する。当初、南吉の日の不始末を疑われ、結局原因は分からずしまいとなったが、南吉は大きな衝撃を受けた。1931年3月4日、ハンダ中学校を卒業。南吉の希望は、児童文学者の大西巨光や菊池博士のように、大学に行って、卒業後は、新聞記者で生計を立てながら、作品を書き、いずれは記者を辞めて、 文筆業だけで食べていくことで、早稲田大学に進学を考えていた。しかした像が許すはずもなく、結局岡崎市販学校を受験する。結果は、不合格。体格検査で基準に達していなかったためと言われる。南吉は小学校時代の恩師の伊藤中治を訪ね、母校の半田第二尋常小学校を紹介され、代用教員として採用される。赤い鳥5月号に南吉の同様、 窓が掲載される。主催者の北原白州を尊敬する南吉は喜び、教員生活の傍ら創作、投稿を続ける。8月号には、童話、消防と黒が掲載された。8月31日、代用教員を退職。南吉は、東京高等師範学校の受験を考えていた。9月、同様同人し、父の木に入会。 白州の愛弟子の辰巳聖華や与田純一と知り合う。またこの頃から、木本美奈子との交際が始まり、7月に初めてデートしている。12月、上京して東京市販学校を受験するが、不合格。しかし辰巳や与田と会い、同じ下宿、三原市館で寝泊まりしたこと。辰巳の紹介で、北原白州の家を訪ね、白州との対面を果たし感激するなど充実した。 日々だった。また、辰巳から卒業生の半数が教職についているという東京外国語学校の受験を進められる。翌年1月2日帰郷1932年赤い鳥1月号にゴンキツネが掲載される。帰郷した南吉は両親に外国学校受験を願い出て許可される。3月、東京外国語学校英語部門化受験。 志願者113人中合格者11人という狭き門をくぐり、見事合格。4月入学、状況。当初、結婚した、辰美聖歌の家に下宿し、2学期に、学校寮に入った。寮のある上高田には、辰美のほか、与田純一、矢蓋義雄も転居し、南吉は充実した学生生活を送った。また、白州指導の元同様を創作。 赤い鳥に掲載された。しかし、1933年4月、白州が鈴木美恵吉と大喧嘩の末、赤い鳥と絶縁。南吉もこれに従い、赤い鳥への投稿をやめる。さらに、父の木が、経済的理由のため休館。南吉は、新しい同様同人誌発行を計画するが、文化の分裂を恐れる白州が反対したため断念。 作品発表の場を失ってしまう。7月、与田純一の紹介で、長編道は、大岡越智前守り執筆するが、出版社から史実と違うという理由で拒否される。この原稿が日の目を見たのは、南吉死後のことである。1934年、2月16日、第1回、宮沢賢治ともの会出席。2月25日、結核のため可決する。 南吉は実家に帰り1ヶ月余り療養した後、4月に学校に戻る。1935年2月11日、父の木が1年半ぶりに発行され、同様や翻訳を発表するが、5月廃刊となる。フランス語家の河合博士に自分から声をかけ、友人になる。5月、辰美が西文館から幼年童話の依頼を回してくる。南吉は、 伝伝虫の悲しみなど50編ものカタカナ童話を量産するが無名の新人という理由で出版不可となる。しかし作品を書いた経験が南吉にとって大きな自信になった。8月、木本と別れる。病弱な南吉が結婚に躊躇したのが原因だった。1936年3月16日、東京外国語学校を卒業する。 教員免許を取らなかった南吉は東京で就職活動するが、この年は不景気だったこともあり、文系学生の就職は困難だった。4月、東京土産品協会という会社に就職する。南吉は英文カタログを作成する仕事をするが、激務の上月給は40円と安いものだった。10月9日、二度目の滑血で倒れ1ヶ月寝たきりの生活になる。近所に住んでいた。 辰巳夫妻の献身的な看病で、症候状態となった南吉は、11月16日、気教師療養生活を送る。1937年、教員の仕事を探し、4月、講和第一尋常高等小学校の代用教員を7月末まで務める。同じ学校で、代用教員の山田梅子との交際が始まる。9月1日、 杉治お会からすね山地区金研究所に就職、寄宿舎に住み込み、鳥のひなを世話をする仕事で、20円の発給、休みは月2回という激務で、翌年1938年1月退職する。その後、半田中の恩師で、安城高等女学校の校長になっていた、三時勝美の働きかけで、女学校教員採用が決まり、3月17日、 中等教員免状を取得する。3月31日、安城高等女学校教諭心への事例が出る。中山知恵との交際が始まり、4月1日、杉おさむ会時代から疎遠になっていた山田梅子に別れの手紙を書く。4月4日の入学式から教員生活がスタート。1年生の学級担任となり、1年生から4年生の英語。 一年二年生の国語と農業を担当する、図書係や農芸、園芸部長も務めた、給料は70円、通勤に1時間半もかかるため、翌年の1939年、安城町新殿の大見坂城家に下宿する、4月23日、外語学校時代に知り合った、江口新一が、春瓶日日新聞の文芸部に入り、南吉に原稿を依頼する手紙が来る。 最後の呼吸引き、久助くんの話やしが翌年まで掲載される。体調も良く、三年生の関西旅行員卒や、富士登山、同僚と、熱海や大島へ視察するなど充実した年であった。1940年6月9日、中山知恵が青森県の地人宅で体調を崩し、休死南吉は、葬儀で男泣きに泣き、その後1ヶ月は、 ふぬけのような状態だった。一方この年は、作品が次々雑誌に載る。年末、学習者という出版社から電気物の依頼を受ける。学習者の編集者が、都島義尾宅を訪れて、新人作家の紹介を依頼した際、その場に居合わせた、南吉の友人で、川で書房に勤務していた、住川稔が南吉を推薦。都島も赤い鳥投稿の南吉の作品を知っていたため、 同調。南吉に、現行以来となった。1941年1月4日から、両館の電気を書き始め、3月9日脱行。10月1日、両館物語でマりと蜂の子が出版される。2万部出版され1300円の印税を受け取る。多蔵は、小八は偉いもんになりやがった。年2300円も儲けやがった。としみじみ言ったという。11月28日。 女学校の生徒の兄で、早稲田大学のさなぎちの依頼で、早稲田大学新聞に、童話における物語性の喪失を寄稿する。しかし電気執筆後から体調が悪化。4月は、腎臓病で10日余りも、学校を欠勤。その後も、体調不良が続き、11月中旬には、柳鍋の実家に戻っていたが、12月血尿が出る。南吉は死を覚悟した。1942年。 1>, 1月、病院で診察を受け腎臓炎と診断されるが、日記に死を覚悟した苦悩を綴る。辰美から童話集出版の話が舞い込み、外語時代に書いた童話13編を上書して送るが、辰美は幼年童話を望んでいなかったため採用されなかった。3月末から5月末までの2ヶ月の間に、ゴンゴロカネ、おじいさんのランプ、花の木村とのすびとたち、 牛を繋いだ椿の木など童話を次々にき上げる。4月、与田純一からも童話集の依頼。学習者に依頼された、電気、続きいよいよ圧電執筆のため、8月、長野の温泉に行くが宿を取れず、群馬の万座温泉で過ごし1週間で帰宅、続きいよいよ圧電は頓挫した。10月10日初めての童話集、おじいさんのランプ観光、南吉は、 本の印税で、工場職員全員に、鶏飯を振る舞い、職員室にラジオを寄付した。体調が悪化し、12月からは、喉が痛み、声も出にくくなる。11月2日、北原白州が死去。辰巳と田から、追悼詩集への執筆依頼を受け二編の詩を書いて、送る。それをきっかけに創作を再開、耳、小さい太郎の悲しみなどを書く。1943年、 年明けからは女学校を長期欠勤。2月10日安城女学校を退職。退職後は、陰頭結核のためほとんど寝たきりになる。2月12日、辰美聖火に原稿と病状を手紙にして送る。また遺言状も書いている。南吉の病気を知らなかった辰美は驚いて、柳部を訪れ、離れで寝ている南吉と対面、原稿の整理をする。3月20日、恩師。 伊藤中治の妻が見舞いに来た。南吉はほとんど声が出ない様子で、私は池に向かって、小石を投げた。水の波紋が大きく広がったのを見てから死にたかったのに、それを見届けずに死ぬのがとても残念だと語った。3月22日午前8時15分、死去。29歳8ヶ月の生涯だった。死因が結核だったこと、関係者が学年末で忙しかったことなどから、 葬儀は1ヶ月後の4月18日、離れの家で行われた、法名、釈ふみなり、半田市、平い町の共同墓地、茶炭墓地に葬られた。辰巳聖家が寄贈した墓石の裏には、法名釈文製造俗名、昭八昭和18年3月22日没行年31歳、童話史小説の作家没後生命高まると彫られている。生涯独身だったが、 29年の生涯に3人の女性との交際経験がある。いずれも失恋で終わっている。木本美奈子、新見南吉の初恋相手。18歳の頃、半田第二尋常小学校に代用教員として、勤務中に交際を始めるが、4年後の22歳で、別れた。山田梅子、新見南吉の二度目の恋人。24歳の頃、講和第一尋常高等小学校に、 大王教員として勤務中に交際を始めるが、退職後疎遠になり、翌年4月に別れた。中山知恵に意味南吉の幼馴染で、子供の頃から親しく遊んでいた。26歳の頃、結婚を考えるが、翌年に休止したため婚約は叶わなかった。生涯最後の交際相手である、知恵の死後の翌年、教え子の岩月美也という女性に結婚を申し込んでいるが、 若すぎるという理由で断られた。地方で教師を務め若くして亡くなった、童話作家という共通点から宮沢賢治との比較で語られることも多い。賢治が独特の宗教観、宇宙観で人を客体化して、時にシニカルな筆致で語るのに対し、南吉はあくまでも人から見た主観的、情緒的な視線で自分の周囲の生活の中から拾い上げた。 素朴なエピソードを脚色したり膨らませた味わい深い作風で北の賢治、南の南吉と呼ばれ交代賞を成している。賢治は南吉がまだ学生だった1933年に亡くなっているため両者は会ったことはないが、南吉自身は早くから賢治の作品を読み高く評価していた。賢治没後の1934年に開かれた宮沢賢治友の会にも出席している。 作品の多くは、故郷である、ハンダ市柳部神殿を舞台としたものであり、特に少年たちが主人公となる作品では、久助くん、森委員の徳一くんと、同じ学校の同じ学年を舞台としたものが多い。久助くんを主人公にした作品が最も多く、俗に久助者と呼ばれる、死後50年以上経過しているため著作権は消滅しており、 作者名を明記すれば利用可能。著作者人格権はあるため、勝手に改変することは許されていない。インターネット上で文学作品を無料で提供しているサイトでは、戦後の一時期他者によって改変されたテキストが使われていることがあるため注意を要する。生前に企画、制作された童話集は次の3作。うち2作は、死後の観光、内は書出の雑誌名と観光年。 ありがとうございます。